ございます。4月4日火曜日の朝です。入学式、入社式、新しい人生をスタートさせるっていう季節ですけれども、例えば退職される方もいらっしゃいますね。それもまた新しい人生のスタートだと思います。皆さん、新しい人生に向けてワクワクされていることでしょうか。では、今日もゆっくりと動いていきましょう。体を床に預けてください。ゆっくり呼吸をして、呼吸が体をどう動かしているのか観察してください。床と背中の間では何が起きているでしょうか。頭をゆっくりと左右に傾けてください。ゆっくりと頭を傾けていると、この頭を傾ける動きが他の体の部分にも影響があることがわかるかもしれません。では動きをやめて、左を下にして横になってください。両膝はお腹の方に曲げて重ねてください。左手は床の上に前方に伸ばしておいてください。今日はこの右手は斜め上、右斜め上の床に置いてください。で、肘は軽く伸ばしたまま、右手の指先が向かっている方向に指先が動いていったり戻ったりしてください。昨日とはちょっと方向が変わります。斜め上の方向に動いたり戻ったりします。戻るときは最初の位置まで戻ってください。何度かゆっくりこの動きを繰り返してください。それによって体は他の部分はどんな動きになるでしょう。肩がどちらの方向に動いていきますか。肩甲骨はあばらの上を動いているんでしょうか。背骨と肩甲骨の関係はどうですか。骨盤には動きはありそうでしょうか。頭はどうですか。今度戻ってきたときはもうちょっと手前まで手のひらを動かしてきてください。この時に肘は曲げず、手のひらを体の方に近づけてきてください。で、行ったり来たりしてください。手のひらは、すいません、肘は伸ばしたまま、体から離れていったり体に近づいていったり、条件は肘は軽く伸ばしたまま
です。あとは体はどう動いていただいても構いません。でもゆったりと優しくやってください。大きく動こうとせず、心地よく動いてください。床についている部分、左の肩や左の脇の下、左の脇腹は床の上でどう動いているでしょう。手のひらが体に近づいてくるとき、胴体はどちらを向いていくでしょうか。顔はどうですか。では動きをやめて仰向けになって休んでください。床の上の体を観察してください。右側と左側を比べてください。手の長さはどうですか。では逆ですね、右を下にして横になってください。そして同じような体勢をとってください。左手を斜め上の床に置いて、ゆっくり伸びていったり戻ったりしてください。最初は小さい動きで伸びていって元に戻るまでを何度か繰り返してください。できるだけ頑張って動かないようにしてください。手に力を入れることによってこの動きができるわけではありませんね。手にいくら力を入れても手は伸びていきません。体の他の部分、肩が動かなければ手は伸びていきませんね。肩はどの方向に動いていくんでしょう。肩甲骨はどうですか。限界までやろうとせず、楽に楽に。戻ってきたら今度は手前、体の近くまで手のひらが動いてきてください。その時に肘は軽く伸ばしたままで来れる範囲ですね。肘が伸びたまま、指先が体から遠く離れていったり体に近づいてきたり、手前に来るときは手首が近づいてきますね。頭は床の上で何か動きがありそうですか。今度は手が伸びていったところでストップして、頭を少し床の上で転がしてください。床を見ていったり天井を見ていったり、小さな動きです。無理をせず頭を転がしてください。この時に体の他の部分、手のひらは伸びていったところでここでストップですけれども、
体の他の部分がこの頭の動きに協力してくれるでしょうか。はい、ではゆっくりと手も頭も戻してください。そしてまたゆっくり行ったり来たり、はい、ではゆっくりと動きをやめて仰向けになってください。床の上の体を観察してください。呼吸を楽にしてください。今日最初に仰向けになった時と何か変化があったでしょうか。頭を左右に傾けてください。頭と体の関係に何か変化はありましたか。ではゆっくりと動きをやめていって起き上がってください。はい、いかがでしたでしょうか。背中のあばらの上を肩甲骨が動くことによって胸が開いたり手が動かしやすくなったりしますね。はい、では青空が見えてきました。今日も元気にいきましょう。いってらっしゃい。